見て、めっちゃ黄色い。こんばんは。こんばんは。ラジオ聞いてありがとうございます。久しぶりの声でよかった。ありがとう。黄色なんか、なんかでも目がピンクに見えるじゃないですか。コーラル塗ったから。だからちょっとなんか顔がバラバラに見えるので、ピンクを塗ります。チョコパイポーチ送った。ありがとう、嬉しい。黄色もチークっていうの、うん、チークってほっぺたって意味なので。黄色いチークとピンクのチークを重ねることでコーラルになるんですよ。配信で見たら予想以上に黄色だった。いや、今さっき塗ったの、追加で。だからです。まあ、チョコパイポーチ送る。ありがとう、嬉しい。本当にリップもちょっとコーラルにしようと。コーラルリップどこにあったっけ。コーラルはオレンジ味のあるピンクみたい。どうでしょう、似合う？似合うというのなら、やっぱりイエベなのかな。今日眉毛がめっちゃね、整えられてるって感じの眉毛なんですよ。こんばんは。このリップかわいいな。涙袋は横文字でなんていうの。わからん。なんですか皆さん。
こんばんは。希望なんちゃらのリップやばいぐらいプランパワー効果があっても早いタイらしい。いや私ね、そのプランパー持ってるんですけど、それ塗った日に塗って挑んだスタジオ公演がすっごい喉が痛くてボロボロになっちゃったので、もうその日から塗ってない。撮影とかだけならめっちゃいいと思うんですけど、歌うときはねやめといた方がいいなって思った。レンジ色さん、喉弱めも、ちょっと弱め。みつきちゃんです。ティーハーって知りました。ありがとうございます。嬉しい。ピンクよくこっちが好き。本当？私ゆうべ春なのかも。リップで不調になるとかあるのね。リップなんだけどね、あの唇をぷっくりさせるリップだから、唐辛子エキス、なんかなんて言うんだっけ、あ今さっきまで出てたのにカプサイシンみたいなとかが入っとんよ、リップの中に。じゃけん、そう、それで喉がやられちゃった。ディオールのマキシマイザーはね、喉がやられるほどではない、全然めっちゃいいです。もし家ビハルだったのかも。私もね歌いたいんですけど、あのイヤホンのさ変換プラグみたいなやつをあの車の中に忘れちゃって、そう今日は歌えないんですよ。そうだね。イヤモニって普通に使えるの？うん。その iPhone だったらその変換プラグがいるけど、あの丸い穴が開いとる携帯とかだったら普通にそこに挿したらイヤホンとしてそう使えるんですけど、でもなんかあんまり使っちゃダメって書いてありました。やっぱ耳への負担があるらしい。まあ、ないね、イヤホンは全部そうですけど、そうそう結局は負担はあるけど、あと周りの音が全然聞こえんくなるけん、あんまりあの家とかならまだいいけど、外を歩いとる時とかやめた方がいいよって書いてある。このチークの上にそばかす描いたら鬼絵もどうやって描くん、そばかすって。ラジオ番の主演はどのようなご様子で。何人かおったけんね、すごくいい感じでして、みんなでやりました。差し入れしたと聞いて、差し入れしたけど、そんな差し入れしましたってほどの差し入れじゃないよ普通にコンビニで買えるキットカットのさ
コンビニの下らへんにさ置いてあるさ、キットカットとかさ、なんだっけあれ、船の絵が描いてあるやつ、2つの味が、アルフォートとかの大袋あるやん、それ買っていただけだから。あとは自分が食べたかったチョコマシュマロ。商品棚の下らへんに、なくなった。ちょっとマシュマロ食べちゃおうかな。キミさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。ハッピーバースデー。ねえ、市原さんの歌がうまかった。めちゃめちゃいいね。焼きマシュマロ大好き私。可愛くないかな。今日の道ほっぺがオレンジ。そうなの。これチョコ、すごい、こんな味してるんですね。これめっちゃ美味しい。チョコマシュマロ大好きなんですよ。そう、ファミマチョコパイポーチを探しに行った時になかったけど買った。美味しい。これ噛んだ後に見せるのはちょっと嫌な人おるかなって思ったっけ。めっちゃ美味しいです。
日買ってみよう。皆さんさ、行動力がさすごいよね。自分もさ多分すごい方なんじゃけど、私に似たのかな皆さん。なんか和田と美味しいって言った後にもさ、すぐ言ってくださる方がいっぱいおったり、なんかさ駄菓子屋さんにさマシュマロくんみたいなマシュマロに顔がさ書いてある絵がさパッケージに載っとるチョコマシュマロ、これでこれだけで売られとるみたいなさやつがさあるんですよ、駄菓子屋さんに。それがめっちゃ好きなんです。でもこれもね似てて美味しい。だからもともとねチョコマシュマロは好きやったんよ。ね、嬉しい、食べてくれて、私は共有してくれて嬉しいです。マシュマロ喉にいいらしいよ。それ私が言った、私も言ったことある、ここで知ってるよ。公演前とかわざとっていうか喉にいいって言うからマシュマロ食べてます。明日歌唱力コンサートの総力発表だ。おお。そっか、一からは豚骨ラーメンがいいって聞いた。豚骨ラーメンもいい。マシュマロ苦手だけどグミのマロッシュ、田中美穂がよく食べてるやつなら食べれた。私もさマロッシュ好きでさよく食べてるんです、ヨーグルト味でね。ココアがグミ嫌いらしくて、嫌いなんか苦手なんか分からんけどグミ食べないらしくてね、でマシュマロだよって言いながらちょうだいって言われたけん、そうあれグミかけるマシュマロみたいな、マシュマロのようなグミみたいな感じだったけんさ、そうでも私マシュマロだと思って、もうどちらかといえばマシュマロって思っとったけんマシュマロだよって言ってあげたら、袋にグミって書いてあって、えグミって言っとったんよココアが。でもグミ嫌いのココアでもマロシ美味しいって言ってた。マシュマロ苦手な人でもグミ苦手な人でも食べれる食べ物なのね、すごいね、これはいけるわって言っとった。ねマシュマロはね、なんだっけマシュマロは、あのねマシュマロに入っとるゼラチン、ゼラチンじゃないね、なんかがいいらしい。何だったかな、豚骨はねスープがいいんだって。
グミって飲み込むタイミング難しくない？確かにそうやって言われたら、どんぐらい噛んで飲み込んだんじゃろ。全然人生で意識したことなかったです。ファミチキもいいよ。ファミチキ食べました、今日。ファミチキがね、一番好きかも。コンビニのレジ横のお肉系で。セブンイレブンさんの春巻きも好き。あれね、めっちゃパリパリなの。しかも100円いってない、98円ぐらい多分で、めっちゃ美味しい。ファミチキのね、辛いやつね、めっちゃ辛かった、ハバネロの。セブンのカレーパンガチでうまい。あれめっちゃ気になってた。美味しいんだ。ふくちゃんうどん全く噛まない。知ってる。ふくちゃんって本当に早い、食べるの。噛んどったとしても絶対に 3噛み以内で飲みよる、福ちゃんは。マシュマロ成分ゼラチンでコラーゲンが入ってる。お、じゃあ合っとるかもしれん。それがいいって言っとった。へえー。ユミリンは何でもすすっとる。なんかって音がしたけん、何食べとんじゃろうって見たら、ミックジャガーとかチンジャオロースとか。それすする音出るみたいな女がいっぱい。そこが好きです、私は。ユミリンのそこが好き。さっきチョコラビビをすすってすすってた。ふくちゃん配信でうどんとかは3分以内で食べてる。いや本当に、赤服もすすってた。ほんまに？それは逆にどうやって見たい。今配信してるから報告いっちゃうよ。うん、でも本人に言ったことある。本人に言ったことあるし、配信でも言ったことある。ユミリンショールームでは何も食べてないのにチューチューって音立ててますね。え？元からなの？ずっとずっと空気をすっとるってこと？作るのが10分、食べるのが3分。早い。でも本当にそう、なんかうどんを買っとって言う、福ちゃんが。で結構上に乗っとるものも多かったんですよ。その天ぷら系とかいっぱいあって、でそのうどんコンビニのだったかな、でカチカチだったけん、うどんがね、そなんか食べるの大変そうやなって思って。でもその体感は2分ぐらいでもう空になってて、カチカチのあのコンビニのやつからよ、びっくりしました。え、もう食べたんっていう話になりました。びっくり。ここ
川が未知の輪郭に憧れてるって言ってた。ねえ。ね。輪郭ね。私はココアの花が好きです。小麦の味を味わえって後輩に言ってたの日本に一番味わってないです。これからユミリンと福ちゃんのこと掃除機でなんだ。でもすごいよね本当に。私食べるの遅いかも。なんかね、一人っ子は食べるの遅いんですって。兄弟がおった方がそのなんていうの、おかずの争奪戦になるけん早いくなるらしいよ。サメって3回ぐらいしか噛まんの？いやめっちゃ優柔不断。ココアが未知の輪郭の表現しててほぼ顔芸。いやどうやって顔で輪郭表現するみたい。そうそうそう。今日セブンイレブンに行ったら冷凍食品の陳列にお魚の刺身と馬刺しが売ってるのにびっくりしました。そうなんだ。コンビニってすごいですよね。何でも売っとるよね。しかもすぐなんか流行に沿うし。未知の人思いの優しい感じは一人っ子だからね。え、でも一人っ子じゃなさそうって言われますよ。なんか妹がおりそうって、お姉ちゃんっぽいって言われる。あ、グラフィック T シャツ届いた、ありがとう。確かに未知です。コンビニ店員さんの仕事の幅すごい。確かにレジもして陳列もしていろんなものを覚えて。なんかね、なんだろう、宅急便とかの手配もされて。小型メンバーって言い方よ。最近気になって再販と直接お話から申し込んで、おーありがとうございます。いえ、お待ちしてます。広島か、カラーボール投げるし。確かに、アザスコミュニティ員より。おー、いつもご苦労様です。お世話になっております。話から当たりました、ありがとう。こんばんは。ねえ、覚えること多いですね。確かに、自分もなんかやりたい、バイト。オールスターの予想のツイートを見て好きになりました。ありがとうございます。栗林選手とか、カラーボールにサインくださいって言われたらサインしますか。カラーボールってさ、当たってさ、投げられて当たるとするやん。投げられて当たって弾けて色が飛ぶ、色がさつくとしてさ、洗い流してもさ、なんかさライト当てればさ見えるんよね。
なんかね、の選手一覧がいただけて、カープの選手にしようって思って。まだぶつけられたことないや。やめて。まだって言わんで。みつさんがコンビニでバイトしてたら週中で通っちゃう。週中。ねえ、サインボール投げたい。またあと3日で花わたれのもの公演おかしくなった、イントネーション。花は誰のもの、花は誰のもの公演、花は誰のものって公演ついたら難しくなる、イントネーション。花は誰のもの公演、花は誰のもの公演、初日ね。ドキドキですよね。ボール投げのコントロールに自信は意外とありますよ。意外とある。花は誰のもの？公園。伝説のリフティング。うわー、伝説。あれどこでやったっけ？ STU チャンネル？肩強そうですか？そんなごつい？どんなやろうね。花は誰のもの？花は誰のもの？公園。船でやっとってね。球、球技苦手なんよ。球技だけです。でも私が苦手なのは。球を使うけん卓球とかも苦手。バレエ上手そう。本当？バレエダンス？バレエダンスじゃないか。違う違う違う。バレエ、あっちのバレエね。ダンス上手い人ってなんか球技ダメな人多いイメージ。なんか前もね、私もダンス上手い人球技はできないって言ってるのを聞いたことあって、あ、私と一緒だと思ったことあったんですよね。何だったかな、ちょっと忘れたけど。ゼロビルド得意そう。フォートナイト、バレエダンスは本当に上手そう。あ、上手だもんね。でも私がバレエをしとったことってさ、あんまり知られてないんよね。なんか。ですよね。知られてないなって思ってる。これってコーラルかな。あれ、携帯どこ、携帯どこやったっけ。またや、やばいやばい、首からぶら下げるの忘れた。
っしゃい。うちのダンスのルーツにバレエが入ってるのなんかいい。ほんと？そうそうそう。ピアノ。歌の基本、歌とか楽器の基本はピアノで、ダンスのすべての基本はバレエとか聞いたことあるから。両方できててよかったです。ピアノ弾けんよ、習っとったよって言っとっただけ。もう弾けん。あのね、弾けるやつはあるんじゃけど、でも弾けん。バレエも今はもうだって中2でやめとるけんさ、バレエとか。今はもう体も硬いし、パッセとかルルベとか、なんかそのバレエの用語は分かるっちゃ分かるけど、そんなしっかりさ、今バレエができますかって言われたらそうじゃないけんさ、言えんのよね、あんまり。だって、え、バレーしてたの？じゃあやってみてよみたいな言われたらさ、できんけさ、いややん。見て、私がバレエをしてたという証拠。でもね、全然面影ないって言われた前、メンバーに見せたら。ね、ちょっとこれ他の方も映っちゃってるから、ね、私あれは髪まとめとったね、ずっと。決まりなのかな、こんなに面影ない子おるんや。でもこんなバッチリメイクでさ、面影あるない言われてもですよね。なんでなんじゃろ、これとか面影ありそう。ちっちゃい頃はね、活発だから焼けてるんですよね。これも面影ありそう。そう、バレエの方が先にやってましたね。私面白い写真いっぱいあるんよね。この前ココアとピオナソと私のちっちゃい時の写真を見てて、みんなで大爆笑してた。
面白すぎて。変な子、本当。かわいい。ちっちゃい子ってみんなかわいいね。ハートグラスさんの写真が一番好きねえ、あれめっちゃいいよね。なんでスマホに入ってるの？なんかね、親が持ってました。今日 STU の最初ら辺のステージの動画見よったんじゃけど、みちゃんあかなきゃったなって思った。ほんと？嬉しい。ひな壇みちって何？ああ。え、どんな顔しとったっけ？おひな様と撮っとるやつ？かわいい。めっちゃ可愛くない？この顔。この子可愛いわ。この子可愛いわね。今日の声ラジの衣装めっちゃ可愛い。本当？帽子とメガネ。ほんまに面白い。ね、こういう面白い写真をさ、いつ乗っければいいんじゃろ。ね。乗せたいけど乗せる瞬間がないんよね。こう、この日みたいな日がさ、ないよね。めっちゃ面白いんですよ。子供の日って多すぎたよね。めっちゃ可愛いチョコが出てきた。て、可愛い。グラサンパリピーミチュー持ってないよね、私この携帯で。皆さん、私のパッツンと前髪分けどっちが好きですか？またその論争を始めようとしよるけど、これめっちゃ昔の待ち受けくじ。すごくない？私の前髪のパッツン具合と重さ。これパッツン。うわ懐かしい。先駆者アルムが出てきた。私こんな紫の服着とったんじゃね。見て、あれ足が細いかも。隣コッコ。結構パッツン好きなんですよね。
固まっちゃった。うちのパッツンの時代の写真をね探そうとしよったんじゃけどなかった。これめっちゃ髪長い時、雷門 STU 入る前の私ですね。チョーカーとかつけてる。2016年、入る直前や。腰まではないけど長い。16歳、痩せてる。この服似合うな。意外と淡い色似合う。そしてこの時のチークがいいよね。なんかのオーディションかな。で多分東京に行って、でなんか親と一緒に観光して、帰ったって感じだと思います。あのね、かっぱ橋とか行った。かっぱ橋で食品サンプル見てる私が釣ってる。あとはもうアクター時代の写真とか。ですね。その頃から食品サンプル好きだったのね。そうよ。長い髪も可愛いですね。今の髪の長さが一番可愛いと思ってます。本当に今淡い系の水色の服めちゃんこ似合ってた。何の写真、何の服だろう。最近作ったら見る。います、ありがとう。うんうん、濃い紫色の真顔道。真顔道確かに真顔やったね。緊張してたんですよきっと。ねえ、みちゅってブルベ夏。いやーね、そう思っとったんじゃけどね、イエベハルっていう診断がされて、今日なんかビセっていうメイクアップ、ね、メイクブランドのサイトでね、写真を撮って肌診断みたいなしてくれるやつがあったんよ。それでやったら、でもね、1回目はねなんか寝転がって撮って、ブルベ冬だったんよ。でいや、そう、ブルベ冬って思って、
あのまだお昼だったけん、そうね、やったのがちゃんと起きて、こうまっすぐなんかあの窓の方を見ながら、こう顔に光を当てながら写真撮ったらイエベ春になったの。全然違うよね、ブルベ冬とイエベ春って。なんかね、本当のことは分からん。でも多分どっちでもね似合うんですよってことだと思います。何でも似合うよってことなんだと思う。でも今日じゃけん、イエベ春っていう診断をされたけん、家にあるイエベ春っぽいメイクで今います。まあでもね、分かりたいけどね、自分の似合う色。分かっときたいけどって感じ。ほな、この時めっちゃ嫌気してん、黒い。こんな時間におめかししてて、これから誰に見せるの、驚き。私はなんでそういう思考になるのかが驚きです。今皆さんに見せるためや。私はね、こう鏡みたいになってるので、ここに自分の顔があるから直したくなっちゃうのよ。今からがどうとかこうとかじゃなくて、今が大事なんです。もう配信終わったらすぐ撮ります、メイクは。ね、そうですよ。皆さんのためというか、自分のためというか、ここに映ってるからね。アイシャドウはね、ラカのね、どこにあるじゃん。こちらでございます。ラカのサニーっていうやつ、可愛いんですよ。これ水彩画パレットみたいになっとって、ここ塗ってます。今日ここしかほぼ使ってないんじゃけどね、可愛いに、重ねてる。でもキラキラ、他のキラキラ、メイクしたまま寝落ちして落ち込んだ経験はいっぱいあるよ。気をつけんといけん。生ゴミを乗せて、
寝ているようなものですよって言われるから、次の日パリパリになるの。いや、ならん。逆かも。まつげは今日オレンジ色を塗ってるので主張がいつもよりないですね。あとあんまり上げてない。何でも見たい。あれはでも自然じゃない？ロム&の何番だったかな、4番か8番かでした。うん、色自分で塗ったんですか。うん、道影響でミッフィー好きになった。嬉しい。うん、まつげの色すごって思ってた。え、見える？わからんかと思っとった。どこでわかったん？すご。あんまり上げてないんですよ今日まつげを。いつもはマスカラ下地っていう、あの上げたまつげをキープしてくれるやつとか塗って、でマスキープ力があるマスカラも塗ってみたいな感じやけん、今日はキープ力のない、存在感もなくなるオレンジを塗って終わりだから、上がってもないし主張もないの。あ、そうなんだ。コメントって分かったんじゃん。すごい。今日15歳の誕生日だった。お、リコちゃん、お誕生日おめでとう。15歳。いいね。そうですね。恋ラジは私服だから、メイクの冒険がしやすい日です。それでは団長を読みますね。明日、すごくいきなりなんですけど、明日七並べの SKE さんの合同ライブのお礼をしようかなと考えておりますので、ぜひ心構え取ってくれると。結構夜からで10時ぐらいかな、考えてますとお伝えしてきます。誕生日読みます。22シギさん、21ライゾンさん、20オフさん、19ギルスさん、18ホアンさん、17長谷川さん、16 MK さん、15ユリアピースさん、14ジョナロニカベグレさん、13ユキさん、12ヨヨヨのヨさん、11ブルーさん、10位マモルンさん、9位マサキさん、8位ホジェさん、7位ツボユウスケさん、6位マサさん、5位テリーピーさん、4位ナッカンさん、3位セリアさん、2位キミさん、そして1位はドゥルルルンチちゃん、スズメさんでした。またね。ありがとう。